Amakusa Shiro Tokisada. Oroka mono ni sabaki yo. Toki wa Tenmei 7 nen. Saki no Hinoa no kuni de no tairan to toki wo onajiku shite, Roujuu Tanuma Okitsugu ga shikkyaku. Arata ni Roujuu no nin ni tsuita Matsudaira Sadanobu niyori Kansei no kaikaku ga tori okonawareta. Shikashi, kakuchi no kikin ya taika, uchikowashi niyoru konran wa shouketsu o kiwame, akki, jaki tomo ieru angun wa, ima ya, Hinomoto zendo o ouwan to shite ita. To aru chi nite nemuru mono ga hitori, sono otoko wa, onore o koroshita ningen o urami, onore o uragitta sekai o nikunde ita. 私。 いざ尋常に一本目勝負。 時貞。何時らの救世主となら。二本目勝負。炎に当たる。炎に当たる。清めよ。これが洗礼ぞ。中見てある。中見てある。清めよ。 時貞。これが救済である。 魔族のしもべとして生きる必要はない。汝を解放しよう。 終わりの時までせめて自由に生きるといい。
いざ尋常に一本目勝負。救いを与えよ。炎に焼かれる。中を見てある、中を見てある。闇よ、これが洗礼ぞ。中を見てある。闇よ、これが洗礼ぞ。炎に焼かれる。炎に焼かれる。炎に焼かれる。天に救いを与えよ。救いを与えよ。救いを与えよ。完勝。勝者天草四郎時貞。何時らの救世主とならん。二本目勝負。炎に焼かれる。救いを与えよ。清めよ。これが洗礼ぞ。中を見てある。さら清めよ。これが洗礼ぞ。草四郎時貞。話にもならん。我の恨みは深いぞ、柳生一族。死して逃げれると思うな。僕もこの先に用があるんです。いざ尋常に一本目勝負。中を見てよ。救いを与えよ。救いを与え。救いを与えよ。救いを与え。救いを与えよ。天に見せる。中を見てよ。清めよ。これが洗礼ぞ。炎に焼かれる。炎に焼かれる。炎に焼かれる。清めよ。中を見てある。救いを与えよ。救いを与えよ。清めよ。中を救いを与えよ。清めよ。これが洗礼ぞ。勝者天草四郎時貞。何時らの二本目勝負。清めよ。中を見てある。清めよ。食材の時は今。食材の時は今。勝者天草四郎時貞。話
死にもならん。すでに汝は目覚めておる。もがき羽ばたくより落ちる方が楽ぞ、鬼。いざ尋常に一本目勝負。草四郎時貞、なんじらの救世。二本目勝負。中を見てある。天に救いを与えよ、救いを与えよ。清めよ、プレヤセレゾ。炎を与えよ、炎を見当たれよ、炎を見当たれよ。救いを与えよ、救いを与えよ、救いを与えよ。炎を見当たれよ、清めよ、おりゃ死ね。清めよ、食材の時は今。勝者天草四郎時貞。話にもならん。主の名において我汝の罪を許そうぞ。ミネルヴァの間。いざ尋常に一本目勝負。アイアメストロージュ。炎を見当たれよ、救いを与えよ。中を見ておりよ、
中を見ておる。やっ、炎を見当たる。草四郎時貞、何時らの救世主とならぬ。二本目勝負。はシロウトキサダ、これが救済である。その魂に祝福を。姉様に追いつかなきゃ。あなたなんてすぐに預けちゃうよ。いざ尋常に一本目勝負。救い与えよ。中を見ておる。それ中を見ておる。飛んでけ飛んでけ。炎を見当たる。炎を見当たる。草四郎時貞、何時らの救世主とならぬ。二本目勝負。清めよ。これが洗礼ぞ。救いを与えよ。炎を見当たる。飛んでけ。食材の時は今。草四郎時貞、これが救済である。
汝の魂、新しき世の礎となろうぞ。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに ここで出会ったのも何かの縁。いざ尋常に一本目勝負。そうだよ、炎に当たる。そうだよ、中を見て、中を見て、あれ中を見て、この京四郎、甘くはない。二本目、勝負。食材の時は今。救いを与えよ。炎に焼かれよ。炎に焼かれよ。清めよ。草四郎時貞、何時らの救世主とならん。最終戦勝負。炎に焼かれよ。炎に焼かれよ。上手すぎる。炎に焼かれよ。よいしょ。食材の時は今。よいしょ。救いを与えよ。炎に焼かれよ。終わり。勝者天草四郎時貞。これが救済である。主の名において我汝の罪を許そうぞ。
おお、何時の魂、まだ完成してはいないが良い、実に良い。つまみ食いにはなってしまうが許してくだされ。気色の悪い野郎だな。やるってんならとっととかかってきな。天草四郎時貞 VS 覇王、いざ尋常に一本目勝負。炎四郎時貞。なんじらの救世主とならん。二本目勝負。炎に当たる。清めよ。これが洗礼ぞ。炎に当たる。炎に当たる。中を見てある。救いを与えよ。草四郎時貞。これが救済である。やはりまだ不完全であったか。だがこの戦いで汝の魂は無くなればいい。静か千年桜。辛い、苦しい、憎い、何もかも滅べ。おお、よくそれほどの邪気を集めたものだ。では我の悲願のため使わせてもらおう。天草四郎時貞、いざ尋常に一本目勝負。清めよ。
見てよ、救いを与えよ、中を見てよ。呪き。炎に焼かれる。シロトキサダ、ナンジラの救世主とならん。許せない。2本目勝負。炎に焼かれよ。シロトキサダ、話にもならん。清らかに咲く桜の木の下に、天草は宝珠へと手をかざした。
桜吹雪とともに散りゆこうとしていた邪気が宝珠の中へと流れ込んでゆく。静か御前を支配していた悪しき力をその身にみなぎらせ、天草はいずこへと姿を消した。再び天草が姿を現したのは島原の地であった。伊賀人軍の服部新蔵はその男の魔に見入られる。膨大な邪気を前に心臓はなすすべもなく、その肉体を奪われるのであった。宝珠を手によみがえった天草は笑みを浮かべる。暗黒神の加護を得た己を止められる者は誰一人いないのだと。時は天明八年、世の混迷は徐々に収まり、人々は平穏を取り戻しつつあった。だがその裏で暗躍する一つの影がある。その男は己を殺した人間を恨み、己を裏切った世界を憎んでいた。かの者の名は天草四郎時貞。この世に復讐するためによみがえった亡者である。必要なものはすでに揃った。さあ始めよう、我が救済を。